大僧は、当庁の、第十一代皇帝。祝層の長男、忌み川はじめ、後世。聖母御子の実家は有力な貴族であったが、無本の権威により中滅された。このような血統を引いた理由であったが、祖父である幻想に素質を認められ、公平王に封ぜられた。父の祝層が皇帝として即位すると、平和大元帥に任じられ、各しギラと共に、 関係書により選挙されていた、長安や落葉などを奪回した。この時、海骨族を援軍として招き入れていたことが、後々の外観の原因の一つとなっていく。また、安氏の乱の残党勢力討伐のために、河北三鎮などの節度氏の援助を求めたことから、節度氏の権力を増長させてしまうことになった。758年、祝宗の皇后長氏と勘案乗り、 保国により立体死され、762年に元僧と祝僧が相次いで崩御すると皇帝として即位した。しかし、朝鮮は李保国が掌握していた。国政を自ら掌握しようとした大僧は、宦官であるほど元ぶりを抜擢、謀反を理由に李保国を中殺した。だが、この縮政も、結局はほど元ぶりが朝鮮を掌握したに過ぎず、 続いて徴用された宦官,官である魚長恩の場合も同様であった。このような内定での粛清は宦官,官の権力増大の原因と言われている。外交面では763年に都番の侵攻により、長安を一時的に奪われ、小所大使李権の孫の李昭広氏が定位に据えられる事件が発生している。これは宦官,官が軍権をも握り、 武将の軍港への論考を抑制するなど武漢を礼遇したため偏京防備が弱体化した結果である。その後、ダイソーは財政再建のために塩の栓培化をはじめとする様々な政策を実行したが抜本的な財政健全化は実現しなかった。779年に54歳で崩御した。ありがとうございます。